カチの次はスカンクのお話で、なんだ臭い話ばっかりだなとおっしゃるでしょうけれども、実はイタチはものすごい匂いを毒ガスを放ちますけども、スカンクに比べたらイタチの下です。いやスカンクがすごいです。イタチがいたずら者だと、時々人間にいたずらをするとか、時々道を切って振り向くとかいう日本的な話の他にあまり話はないですけどね。スカンクはね、アメリカの動物でしょ、アメリカの野生動物で尻尾を立てて歩いて、見た目はかなり綺麗なんですよ。だからスカンクをね、日本人が聞いたらわー趣味悪いという人もありますけども、アメリカ人は結構ペットにしたがるんです。ペットにすると例のものすごいおならをたまにするから、そしたらその害はもういたちどころの騒ぎじゃない。そのありさまは後でお話しますけども、だけど見た目に尻尾を立ててね、トコントコンと歩くとこが愛嬌があるし綺麗だし、見た目にもね、マダラスカンクと普通のスカンクと 2、3の種類がありますけども、いずれも猫ぐらいで可愛い、美しいと言ってもいい。でまあ物好きが多いですね、アメリカ人はね。飼いたがる、結構ペットになるそうです。いやなりゃしませんけどね、ペットには向いてないけどもね、ペットに従う。でとうとうアメリカのペット業者はスカンクを手術してね、そのおならするところを除去しちゃって取っちまってね、もうおならしませんよという保証がついて大丈夫になってから発売して、そういうのをペットにしてる人がいるんだそうですね。まあ、そこまでやるんだから、まあよほど見た目に可愛くて利口者で、ペットに向いてるんでしょうね。例のブーをやらなければね。これは確か肛門腺っていうやつで、文字通りお尻の穴のところに本当のうんちをする腺と違いますよ、その毒ガスを放すための肛門腺という腺が通ってるんです。でそこで一種の爆発作用が起こる。で閉じていたところがバッと開いてブーッという、まあ、ブーッという音だったらなんかすごい音がするそうですよ。それからスカンクは卑怯者じゃないと、やたらに人におならを浴びせる悪いやつじゃないと、いたずら者じゃないと、やはりイタチとイタチの最後っぺというその最後と同じように、いよいよ本当に困らないとしないと。で本当に困っちゃって、いやーやるぞ、もうしょうがないからやぶっぱなすぞっていうことになると、お尻を上げてね、非常に滑稽な格好で前足で立ってお尻を上げて、こちらへ尻尾、あのふさふさした大きな尻尾を上げて、こちらへやるぞって格好するから、もう一目散に逃げるしかないそうですね。猫だとかヤモネコなどがそれを見てることがあるそうですけど、猫やヤモネコまでがもうピチューと言うとね、ひっくり返ってね、ギャギャ言いながら逃げるそうです。逆立ちをするようにして肛門を相手の方に向けてピシューっていうような、あるいはブーっていうような音をしてぶっ放すでしょ。そうするとなんか黄色い煙のようなものがブブブブーっと出てね、そして 4、5 メートル向こうから十数メートルまでその悪臭の煙がね、ガスがね吹き出して立ち込めるんだそうです。もしくは一軒の家の中ですると、そのうちのそのブーをやったその部屋だけじゃない、うち中がもう飛ぶので住めなくなる。どのくらい、いやもう大体一月も二月も開けっぱなしにしてね、乾かしておかないと治らない。それでも初めて来た人はスカンクがぶっ放してから20日も経ってからね、方々を開けといて空気を流通させて匂いは消えたはずなんだけど、20日ぐらい経ってから来ても、おい、な、臭いじゃないか、どうしたのって言うそうですね。ですからこのガスは本当の毒ガスの柱で、敵に対して攻撃するため、反撃だね、反撃するためにぶっ放つもので、毒ではないんだが、真っ向から浴びたら人間でも当分の間寝てなきゃならないそうですよ。目や鼻などひどい目に遭うぞ、粘膜ね、粘膜に染みてね、ひどい目に遭うそうです。だけどこれが寝てる人はまた人にとって迷惑だね、治るまで臭いわけですからね。その、すっかり匂いがなくなるまで、それこそ20日ぐらいかかる。その間ずっと寝てなきゃなんない。世話する人も大変です、ずっと臭いからね。なんでもないその迷惑な動物ですけども、初めに申し上げたように綺麗ですし可愛いですし頭いいです、知能は高いです。だからペットには非常に向いてるんですね。猫よりいいって言われる、あのブーさえしなければね、猫よりいいって言われるんです。性質も悪くないです、よしよし言っても大丈夫。それから雑食ですから餌は簡単、誰でもあげられる。スカンクの餌を買ってこなきゃとか集めてこなきゃって手間はいりません、何でも食べる。そういうぐらいですから、あのブーさえしなければスカンクってのはとても可愛くて利口で、ペットに向いててね、人間に噛みついたりしない、よしよしやったらじっとしてる、非常にペットに向いてるんですがね、向いてるんだけど、そういう欠点がある。まあ、それをね
まあ、去勢ほどのひどい目に遭わすわけじゃないけど、手術ですからね、その袋をガスを出す袋を除去するわけですから、切って取り出すわけですから、やほどひどい目に遭わす、去勢ほどじゃないけどね、つまりそのガスの袋を除去したから繁殖できなくなるとか交尾できなくなるってことはないそうです。だからかわいそうじゃないかもしれませんが、やはりスカンクの一番頼みにしている武器を奪うわけですから、かわいそうってばかわいそう。そうなってから滑稽っていうか悲惨だそうですよ。亡くなってからもね、まだ自分ではあると思ってね、そのお尻を相手に向けて依然出そうとするそうです。出ない、困っちゃって一生懸命ブーブーやってるそうですけど出ないですね。これは悲惨だね、かわいそうだね。それを考えるとね、まあそんなことはしない方がいいと思いますけど、しなきゃ飼えませんよね。どうしても飼いたい人はどうするか、まあ、かわいそうな、目に合わせて我慢しなきゃな。で、スカンクの研究家、専門に研究した人は、慎重にとりあえず飼えば、紳士的に扱ってやればこっちを尻向けたりしない、ガスなんか放たないと言ってますけどね。私だったらそのようにチャレンジして飼ってやりたいと思いますが、スカンクの飼育経験はありません。しかしもし飼ったら適当に、適当じゃないガスを放たないように扱うというのも、これも難しいですよ。猫や犬でしたら絶対に怒らせないように扱うってこと、それはできますけどもね、それでも相当気を使うでしょう。絶対に怒らせちゃいけないとなったらね、猫や犬が機嫌を損なっちゃいけない、そういう飼い方できますかって言ったら、これもかなり難しい。猫や犬は機嫌を損なっても、まあ噛まれるぐらいで済むんだけど、スカンクだったら大被害、家まで大被害だから、これはさせちゃいかんです。これは気を使うでしょうね。大変だと思いますよ。これはスカンクの飼育をおすすめしない理由です。